ミミスタです。初めてちょっと一旦テロップ書きますね。ミミスタ一部ミミスタ始まります。では今日はまず一部からよろしくお願いします。もう始めていいですか？皆さんお準備は初。じゃあ始めますね皆さん。じゃあ一人目はリュウさん。リュウさんありがとうございます。リュウさん嬉しい。初めてかな、初めて聞く名前、初めてじゃなかったらごめんなさい。リュウさん、リュウさん見てるかな。リュウさんありがとうございます。またたくさん、いつか顔と名前一致させたいので会いに来てください。リュウさんありがとう。お願いします。続いてひかりちゃん、レミタン初選抜おめでとう。ありがとう。キラキラアイドルの笑顔もクールな表情もどっちも最高すぎて大好きです。ありがとうひかりちゃん。ひかりちゃん嬉しい。ひかりちゃんお仕事頑張ってる？ひかりちゃんはいつもめっちゃレミタンって言ってくる。ひかりちゃん見てるから、ひかりちゃんお仕事毎日頑張ってて偉いよ。これからもたくさん会いに来てね。ひかりちゃんありがとう。お仕事頑張って。ありがとう。見てるかな。お仕事中、お仕事中ですねきっと。続いてはるるんちゃん。はるるんちゃん香港。リミタン初選抜おめでとう。ありがとう。リミタンのを見るチャンスが増えるのはとても嬉しいです。これからも応援してます。またね。はるるんちゃんかわいい名前。はるるんちゃん香港から、ありがとうございます。嬉しい。これからもたくさんレミのこと好きでいてください。はるるんちゃんありがとう。ありがとうね。嬉しい。はるるんちゃん、あ、続いて香港のヘイデン。ヘイデン、ヘイデン嬉しい。香港から、待って、香港のヘイデン、ヘイデン、ヘイデンはね、いつもヘイデンポーズしてて面白いの。あの話すことも面白くて、いつもこのポーズしてるヘイデン。ありがとうヘイデン、嬉しい。元気かな。たくさんいっぱいご飯食べるんだよヘイデン。ヘイデンありがとう。見てるヘイデン。うん、続いて安井拓也さん。安井拓也さん、初めて、初めましてかな。嬉しい。でもリミスタ安井拓也さん、安井拓也さんありがとうございます。嬉しい。初めて聞くお名前、嬉しいです。こうしてリムスタでお会いできて、これから握手会とか待ってます。安井拓也さん見てるかな。ありがとう。また会おうね。嬉しい。続いてケイケイさん。ケイケイさんありがとうございます。めっちゃケイケイめっちゃケイケイケイさんありがとうございます。嬉しい。ケイケイさんも初めて聞いた。いつかお会いできるの楽しみにしてます。ありがとうケイケイさん。たくさん会おうね。これから会いに来てね。続いて阿部ちゃん。阿部ちゃん、阿部ちゃん聞いたことある。阿部ちゃん見てる？阿部ちゃんメッセージ、阿部ちゃんありがとう。阿部ちゃん、阿部ちゃん、阿部ちゃんありがとうございます。はじめまして、違うかな。ありがとう、嬉しい。またたくさん会いに来てください。楽しい思い出いっぱい作ろうね。阿部ちゃん、阿部ちゃんありがとう。続いて、あ、富市さん。富市さんやっほー、嬉しい。富市さんはいつもたくさん会いに来てくれて、あのなんだっけ、
いつもねブラン玄米っていうやつ食べてるんだって。富市さんこれからもたくさん会いに来てね。カラフルなお洋服楽しみにしてるよ。見れるのかわいい。富市さんありがとう。続いてそうブラン玄米食べてる。続いてポムポムオセロさんありがとう。レミタン初選抜初リミストおめでとうございます。ありがとうございます。これから選抜定着できるように応援してます。はい、ありがとうございます。ポンポンオセロさんありがとうね。嬉しい。たくさん最近この前お話し会でたくさん久しぶりにお話しできた。ポンポムポンポンオセロさん、あ、見てる。ありがとう。こちらこそいつもありがとうね。たくさんこれからも会いに来てね。たくさんお話ししよう。これからもありがとう。ポンポンオセロさん、ありがとうね。いた。ありがとう見てくれて。リアタイできた？できてる。うん。ドヤさん。ドヤさんありがとうございます。久々じゃない？ドヤさん。久々だね。初選抜本当にありがとう。本当におめでとう。ありがとう。最近さらにいい女感が出てて、劇場のレミタンがめっちゃやばいです。これからもビッグラブ。ドヤさん。看板屋さん。ドヤさんイコール看板屋さん。ドヤさん最近会えてないけど、これからもたくさん会いに来てね。待ってるよ。いろんなお話しようね。楽しいからドヤさんと話すの。見てるかな。あ、こんばんは。ありがとうドヤさん。これからも待ってるね。ドヤさんありがとう。続いてヤマトモさん、初選抜おめでとうございます。初めてのサインだから少しドキドキしながら配信見てます。うん、初サイン嬉しい。ヤマトモさん嬉しいです。ドキドキしながら今見てますか。ヤマトモさん嬉しい。ヤマトモさんありがとうございます。初サイン貴重っていうか記念日ですね今日が。じゃあ初サイン記念日ありがとう。これからたくさんエミのサイン増やしていってください。ありがとうヤマトモさん嬉しい。見てくれてるかな。続いてまさふみさん、あ、見てくれてる。ありがとう。こちらこそありがとうね。あ、このさアバター見たことある。たくさんありがとうね。これからもよろしく。続いてまさふみさん、あ、まさふみさん選抜おめでとう。ありがとう。松山のコンサートお披露目を見てから5年、まともに活動できない期間があった中、負けずにコツコツと努力してきた結果だと思います。レミオンしてきて嬉しく思うよ。ありがとう。まさふみさんね、ずっと応援してくれてる。お披露目の時から嬉しい。こうしてね、最近これからもたくさんありがとう。まさふみさん元気？最近会えてないね。これからもたくさん、あ、ありがとう。こちらこそありがとう。これからも末永くよろしくお願いします。まさふみさんありがとう。これからもよろしくね。お披露目からありがとうね。ずっと5年6年ぐらい。達夫さん初選抜おめでとう。ありがとう。嬉しい。すごい一言だけ残して聞かれました。達夫さん嬉しい。ありがとうございます。達夫さん見てますか。達夫さんおめでとう。ありがとう。これからもたくさん会いに来てください。達夫さん嬉しい。あ、てかレミのビジュアルですこれ今更、めっちゃ今更だけど、これレミのビジュアル、リミスタのね。続いてイッサさんレミちゃんめっちゃ呼ばれてる。ヤッホー、初リミスターおめでとう。ありがとう。こんな難しいダンスの選抜に敗れるようになると、あ、本当すごい。ああ、あと今日も可愛いんだろうな。ありがとうね今日も可愛いですか。ありがとう、イッサさん嬉しい。なんかいつもレミとしか言われたことないのに、急にレミタムとか絶対言ったことないでしょ本当に現実でレミタムって言ったことないよね。ありがとうね。難しいダンス頑張るから、イッサさんも一緒に踊ろうね。難しいダンス恋積んじゃった。本当嬉しい。これからもよろしくね。たくさんいつもありがとう。これからも会いに来てね。イッサさんレミタムって絶対言ってね。今度握手会で絶対だよ
リミタム。続いて、あ、ボンちゃん、ボンちゃん、リミタム選抜入りはチームメイトファン永年の悲願でした。愛媛県お披露目からずっと見てきてるので、選抜発表の時はスマホを手に涙してしまいました。ありがとう、嬉しい。ボンちゃん、ボンちゃんね、ボンちゃん嬉しい。ボンちゃんはお話し会でずっとレミのことを語ってくれる。なんかレミちゃんはこう、これでこうだからこうだよってずっとね、愛をずっと語ってくれてるの。レミが喋る隙がないぐらい、ボンちゃんはいつもレミの愛をたくさん語ってくれてます。ボンちゃんありがとう。レミ沼これからもハマってね。最近ね、たくさんお父さんも頑張ってね、お仕事も。ありがとう、ボンちゃん。続いてパンダくん、パンダくんありがとう。ネミタン選抜おめでとう、ありがとう。これからも仲良くしてね、ハート。ありがとう、パンダくん、嬉しい。パンダくんはあのさ、パンダっていうさ、靴あるじゃん、ナイキの。それも履いてくれてる。エミがそう、お揃いだよね、パンダくん。パンダくん、これからもたくさん会いに来てね。黒縁メガネが似合うパンダくん、ありがとう。ありがとう、見てくれてる、嬉しい。ありがとうね、パンダくん、いつもこれからもよろしくね。黒縁メガネ好きだよ。続いて高一さん、高一さん、改めて選抜おめでとう、ありがとう。ダンスかっこいいし、衣装もかわいい、テレビ出演も嬉しい、録画も MV も何度も見てるよ。ありがとう、高一さん。高一さんさ、いつもリミの徳永リミって書いてある生誕の時のかな、タオルをね巻いてくれてる。ここにあとお話し会でたくさん質問してくる。ありがとう、サイズで見てるの。ありがとう、サイズ楽しんでね。ありがとう、高一さん。また明日ね、また明日会おう。ありがとう、これからもたくさん会いに来てね、高一さん、ありがとう。続いて、あ、カレー知ってる、レミ初選抜おめでとう、聞いた時涙が出たのと、やったって叫びました。同じ鳥取だからなおさらね、本当におめでとう、嬉しい。たくさんさ、ツイートしてくれてるよね、見てるよ。カレー会ったことないけど、会った気になってる、勝手に。同じ鳥取同盟組もうね。ありがとう、カレー、嬉しい。初サインじゃないかな、大事にしてね。ありがとう、カレー。続いてワタさん、ワタ初選抜おめでとう、ありがとう。選抜発表を聞いた時にはあまりにも衝撃が強すぎて最初は思考停止になった。ありがとうね、ガチ泣きしてくれたんだ。これからも頑張るね、ありがとう。ワタ絶対会ったことあるよね、また。また。ありがとう、また。これからもたくさん応援してね。家族に心配されるぐらいガチ泣き、やばい。ありがとう、ガチ泣きしてくれて。これからは笑顔のわた見せてね。ありがとう。またね。あ、続いて、ジュリちゃん。ジュリちゃん、エイタン初選抜本当におめでとう、ありがとう。自分の見せ方が本当によく分かるレミタンならこのシングル期間でさらに飛躍できると思ってます。ありがとう、レイも大好きだよ。ジュリちゃんはね、ジュリちゃんめっちゃマジで目がボンって感じで、めっちゃ目でかい。ジュリちゃん、あんまりさ、お話めっちゃたくさんしてきたってわけじゃないけど、とても大好きです、ジュリちゃん。これからたくさんお話しようね、いろんなお話聞かせてね、仲良くなりたいもん。ジュリちゃん、ありがとう。ジュリちゃん、続いてキノッピさん、あ、キノッピさん、初選抜おめでとう、ありがとう。こうして初選抜を見届けられてめっちゃ嬉しいよ。これからも満足するよ、どんどん前進していこうね、体調に気をつけてね、ありがとう。キノッピさん嬉しい。キノッピさんのイバースの返信の仕方がマジですごくて、本当にめっちゃいつの話題を掘り返してくれてるのってぐらい、めっちゃ前の話題をドドドドドって一気に返信してくれるのが好きです。キノッピさん、ありがとう。たくさんこれからも会いに来てね、お仕事も頑張ってね、キノッピさん、ありがとう。嬉しい。続いてあーちゃん、恋が始まった、レミオ始まった、さっきの視線で分かったよね。
大好きなエミタン、明日も会おうね。ベビーカモン、あーちゃん、ありがとう。あーちゃん、あーちゃんおしゃれ、めっちゃおしゃれ。あーちゃんかわいい、いつもたくさんありがとう、愛を伝えてくれて嬉しい。声が始まった、これからも声始まっていってね。あーちゃんありがとう、大好き。土日もよろしく、こちらこそよろしくね。あーちゃん大好きだよ、ありがとう。続いて山さん、レミタン選抜おめでとう。レミタンの笑顔とギャルのとこ好きよ、これからも応援するんだから笑。なんで笑ってるの。山さんはね面白い。山さんがさいつもつけてるうちわ、うちわの缶バッジみたいなのかわいい、届いたよ、ありがとうね。ずっと欲しい欲しいって言った。山さんありがとう、あれミスターありがとう、見てくれてる、ありがとう。山さんこれからもたくさん愛伝えてね、ありがとう。またね、また続いて、あ、北海道のカッキーさん、初選抜おめでとう、発表された時すごく嬉しかった、 MV 出たらたくさん見るし、レミタンがさらにもっと輝けるように、これからも北海道から時に現地に駆けつけながら全力で応援してるよ。ありがとう北海道のカッキーさん、オンラインでね会うことが多いけど、カッキーさんの思い伝わってるよ、ありがとね。いつもたくさん北海道から、北海道レミも行きたい。あ、半身、半身あるよね、半身でも会えるのを楽しみにしてる、見てくれてるかな。北海道のカッキーさんありがとう、これからもたくさん思い出作ろうね、ありがとう北海道のカッキーさん。続いて、あ、みかんちゃん、改めて選抜おめでとう、歌って踊ってる時のみみたんが一番好きなので、それが歌番組などテレビでも見れると思うとめちゃくちゃ楽しみ、体調気をつけて選抜のお仕事も頑張ってね、ラブー、ありがとう。みかんちゃんはかき氷が大好きなみかんだよね、違う、全部、え、合ってるよね。みかんちゃん最近会えてない、公園で、公園よく当たってる、そんなことない。みかんちゃんいつもありがとう、これからも仲良しレミ組で仲良くしてね。ありがとうみかんちゃん、またたくさんお話できるの楽しみにしてるし、お仕事も頑張ってね、見てるかな。あ、ありがとうみかんちゃん。続いて、あ、島田和幸さん、改めて選抜おめでとう、これから毎回このサイン会を楽しみにしてるね、ありがとう、頑張るね、たくさんできるように。島田和幸さんはめっちゃ握手会緊張してるイメージ、いつもでさ、もう大丈夫だよって、まだ時間になってないのに出んから出ようとしてる、この前の握手会の時出ようとした、これからは緊張せずに会いに来てね、島田和幸さん、たくさん待ってるよ、ありがとう、いつもこれからもよろしくね、見てるかな、ありがとう。うん、あ、椎名さん、初選抜初入りミスター、誠におめでとうございます、心よりお祝い申し上げます、いつも応援してます、めっちゃ丁寧、ありがとう椎名さん、嬉しい。椎名さんってあの椎名さんで会ってるかな、嬉しい。椎名さんいつもありがとう、さあプレゼントキャンペーンが面白い、椎名さんありがとう、これからもたくさん髪色も楽しみにしてるね、いつもおしゃれな髪色してるから、椎名さん次はあのシルバーってことを予想しておきます。ありがとう椎名さん、またたくさん思い出作ろうね、ありがとう。続いて、あ、合ってるよ、ありがとう出てくれて。続いて、あ、ももちゃん、選抜本当におめでとう、これからもいっぱい夢が叶えられますように、ももが頑張る理由はリミだらけ、これからはリミママがほうラビラ、ラビューラビューラビラビドキュン、なにこれラビラビドキュン、ももちゃんありがとう、あ、すごい嬉しい、ありがとう。ももちゃんリミママがほうだよね、リミママがほうだから、よろしく、いつもたくさん愛伝えてくれてありがとう、すごいリモにたくさんありがとう、リモが方です、これからもたくさん
思い出作ろうね、ももちゃん。ありがとう、いつも。これからもよろしくね。大好きだよ。ラビレブ、ラビレブドッキュン。ラビレブドッキュンって何？ももちゃん、ありがとう。ありがとう。続いて、デマーツさん。デマーツさん。選抜おめでとう。自分も本当に嬉しいです。これからもデミちゃんらしく楽しく頑張ってください。ありがとう。デマーツさん、デマーツさんのメガネが面白いから全世界の人に見てほしい。デマーツさんはね、そうメガネが面白い。デマーツさんなの。いつもありがとう。デマーツさん、オンラインも握手会もメガネ、メガネがね、本当にメインはデマツさんのメガネが大好きなんです。だからこれからもそのメガネで会いに来てください。これからもよろしくね。ありがとう、デマツさん。嬉しい、ありがとうね。メガネの話、メガネが特徴的ですから。続いて、ヤマちゃん。レミちゃん初選抜おめでとう。嬉しい、本当に嬉しい。こんなに感激させてくれたレミちゃんに感激、泣きそう。これからずっと応援していくのでもっともっと感謝しつつね。ありがとう、ヤマちゃん。ヤマちゃんはね、めっちゃ泣いてくれた。泣きそうだって、ここでもう泣きそうって言ってるぐらいだから、たくさん泣いてくれてありがとうね。何回もよく北海道の出張行ってるヤマちゃん。北海道からこの前帰ってきた、この前も言ってたよね、おかえり。ヤマちゃん本当にいつもありがとう。たくさんね、これからも待ってるよ。たくさん思い出作ろうね、ヤマちゃん。嬉しい、たくさん泣いてくれてありがとう、いつも。ヤマちゃんありがとう。続いてバードさん。レミタン初選抜おめでとう。レミタンの努力がやっと報われたね。今ほどレミタンを教えてよかったと感じたことはないよ。バードさんありがとう。バードさん嬉しい。最近よく会いに来てくれるようになったバードさん、いつもありがとう。たくさんね、愛伝えてくれて嬉しい。いつも会うたびにね、嬉しいこともたくさん言ってくれて、これからもレミタンをしてよかったって感じてもらえるように頑張るね。ありがとうバードさん。またたくさんお話しようね。ありがとうバードさん。続いてブースさん。レイちゃんの笑顔に元気をもらってます。これからも点上げでいきましょう。点上げでね、テンション上げ上げで。ありがとうブースさん、ありが嬉しい。ブースさん点上げを知ってるってことはウィバースを撮ってくれてるってことだね。見てくれてるかなブースさん。ありがとう。これからもたくさん点上げでたくさん思い出作ろうね。点上げありがとうブースさん。続いて、あ、みきちゃん、念願の初選抜、あ、念願の選抜本当におめでとう。みきちゃん、ありがとう。みきちゃん見てる。みきちゃんめっちゃおもろい。みきちゃんはあの関西弁、ゴリゴリの関西弁でいつもレミタンはなって話してくれてる。仕事で見れないって言ってたかもしれない。みきちゃんありがとう。お仕事お疲れ。これからもたくさんみきちゃんのマシンガントーク聞かせてね。ディベートもしようね。ありがとう。みきちゃん大好きだよ。ありがとう。みきちゃん。続いてアサミリン。選抜本当におめでとう。 You are so cute. I love you so much. 英語喋ってるの聞いてみたかった。ずっと大好き。アリンも大好きだよ。ありがとう。サメリン、サメリン、あのさ、サメリン、サメリンが観葉植物を育ててて、名前つけたサメジロウだっけ。元気、ちゃんと育ててるサメジロウ。You can I love you so much サメリン。ありがとう。サメジロウもよろしくね。ありがとう。育ててる、ちゃんと枯らしてないサメリン。サメリン見てる。サメジロウだった気がするんだけど、サメジロウってつけたやつ。続いて、あ、サメジロウ元気だよ。ありがとう。続いて布さん、初選抜おめでとうございます。キラキラ可愛いレミタン、これからがさらに楽しみです。ありがとう布さん、嬉しい。布さんはいつもオンラインでたくさんお話ししてるんだけど、めっちゃもう優しい、仏様ぐらい優しくて、レミちゃんがたくさんねレミについて熱弁してくれてありがとう。いつも
ありがとう、布さん見てくれてる。これからもたくさん思い出作ろうね。お話できるの、そう、仏様だから会いに来てね。また話せるの楽しみに待ってるよ。ありがとう、布さん。またね。続いてよしさん、初選抜おめでとう。初選抜らしくフレッシュに元気にね。今日もリミタンかわいいぞ。かわいい、ありがとう。よしさん、よしさん、よしさんバレエできる。バレエ、ママさんバレエのコーチしてる。よしさん、リミにもバレエ教えてね。見てるかな。よしさん、ありがとう。これからもたくさんかわいいレミでいるので会いに来てね。お仕事も頑張ってね、よしさん。ありがとう、いつも。またね、よしさん。メガネがよく似合う、よしさん。メガネの話し、うん。リホちゃん、今年の夏はリホレミでたくさん思い出作ろうね。リホちゃん、ありがとうね、リホちゃん。リホちゃんめっちゃおもろい。リホちゃんはね、最初めっちゃね、初めましての時はめっちゃ緊張してたんだけど、最近めっちゃ緊張解けてすごい面白くて、マシンガントークがお得になりほちゃん。これからもたくさん話そうね、仲良くしようね。リホレミたくさん思い出作ろうね。ありがとう、リホちゃん。明日握手会行くよ。ありがとう、リホちゃん。叫んでる。ありがとう。続いてヒロー、ヒロー、あのヒロー、念願のリミスタで改めて選抜おめでとう。今仕事中で見れない、見れてないけど、ゆうなさんいただくの本当に楽しみにしてるよ。ありがとう、ヒロ。嬉しい。最近さ、お仕事忙しそうだけど、体調には気をつけて、だからもう無理せずに頑張ろうね。一緒に、ヒロ、ありがとう。いつもたくさん、これからも応援してるし、たくさん会いに来てね。あ、いつも連番ありがとうね。またね、ヒロ、ありがとう。続いてレイドさん、レイドさん、リミちゃん選抜おめでとう。ありがとう、選抜として歌番組でリミちゃん見れるのすごく嬉しい。ありがとう、レイドさん。レイドさん、レイドさんはめっちゃ映画見てるイメージ、いつもだから。レイも映画好きなんだけど、たくさんいい映画を教えてくれたり、スニーカーとかお洋服めっちゃね、すごい、ヒョウ柄も好きだしね。たくさんありがとう、レイドさん、ずっと応援してくれて。これからもいろんな映画の話とかお洋服の話しようね。楽しみにしてるよ、また会えるの。ありがとう、レイドさん。またね、サイン楽しみにしててね。続いて赤風さん、リミタン初選抜おめでとう。いつもリミタンから元気たくさんもらってます。ありがとう。選抜メンバーとして活動も楽しみです。おめでたくさん作ろうぜ。ありがとうね。赤風さん、この前家族で劇場来てくれて、そう、3人家族、この前、そう、初だよね、初家族で見に来てくれて嬉しかった。久々にね、あの子にも会えて。いつもありがとう。子育てとお仕事両立しててすごすぎ。これからもお弁当作り頑張ってね。ありがとう、赤風さん。また話そうね。続いてさきちゃん、さきちゃん、ぼんちゃん、時差の壁はあるけど好きな気持ちのに壁はありません。初選抜の活躍日本で見たかったけど、帰国してからの選抜楽しみにしてる。ビッグラブ、さきちゃん。さきちゃん今カナダにいるんですよ。この前お話し会で寝てた、寝て始まった。そしてレミが起こしました、さきちゃんのこと。ありがとうね。カナダで一人で頑張ってて偉すぎる、本当に。ありがとう、いつも。これからもお友達とたくさん連番でしてくれるの楽しみにしてるよ。マイスイートエンジェル、ありがとうね、いつもマイスイートエンジェルって言ってくれて。ありがとう、さきちゃん、頑張ってね。寝てくださいね、ちゃんと寝てね。ありがとう。続いてともひとさん、初選抜本当におめでとう。リミタンが選ばれた時もめっちゃ嬉しすぎてうるっときちゃったよ。全国ファンミーティング大阪でもやると思うから、会えるの楽しみに待っとくね。ありがとう、ともひとさん、嬉しい。大阪ね、大阪はファンミあるから待ってるね、ともひとさんのこと。嬉しい、ともひとさん。
最近たくさんウィーバースでもコメントしてくれて嬉しい。ともひとさん、大阪遊びに行くね、遊びたこ焼きありがとう、またね、ありがとう、またね、また会えるの楽しみにしてるよ。ともひとさんありがとう。続いて、あ、もつきくん、いつも可愛いレミちゃんの笑顔に元気もらってます、これからもずっと応援させていただきます、頑張れ。ありがとう、もつきくん元気、最近会えてないね、面白い。もつきくんはね、おもろい、マジで。最近ユーバースコメントたくさんしてくれてる、もつきくん見てくれてるかな。サワーペーパーが好きなんだよね、駄菓子で。ありがとう、もつきくん、これからもたくさん会いに来てね、お話ししようね。ああ、ありがとう、こちらこそ、面白い、もつきくん、また会いに来てね、ありがとう、もつきくん。続いてラドン、ラドンさん、初選抜おめでとう、ありがとう。レミタンの劇場パフォーマンスとても好き、また行くよ、嬉しい、ありがとう。ラドンさん、うどん、ラドンさん、あ、ラドンさん見てる、ありがとう。ラドンさん嬉しい、劇場好きって言ってくれるの嬉しい。これからもたくさん劇場も会いに来てね、劇場も来てね、握手会もお話し会も待ってるよ、ありがとう。ラドンさん、レミ初レミスター、ありがとう、さんをね、これから、ありがとう、ラドンさん。続いて、あ、マジバナちゃん、マジカナバナナちゃん、秘密はのお披露目で出会い、押しすぎてきたあの子供だったりーちゃんがついに選抜入り、本当に嬉しすぎて涙です、改めておめでとう、ありがとう。あ、4年8ヶ月越しの選抜って48で意識高いね。あ、そうなの、え、4年8ヶ月越しのあれなんだ、ありがとう、マジバナちゃん、マジかな、あーなな、嬉しい、マジバナちゃんおもろい、ありがとうね、これからもたくさん食べるんだよ、マジバナちゃん、世界で2番目いる、1番ね、2番目でいいからずっと好きでいてね、めっちゃおもろいね。そんな大々的に世界で2番目に好きですっていう人あんまりいないけどね、ありがとう、マジバナちゃん、たくさん食べるんだよ、お仕事も疲れ、毎日ありがとう。続いて、のんのんちゃん、のんさん、レミタン初選抜おめでとう、レミタンの魅力に気づけたのは最近だけど、もっと応援して魅力を見つけていくね、頑張れレミタン、ありがとう。のんさん嬉しい、最近気づいてくれてありがとう、これからたくさんのんさんに魅力伝えれるように頑張るので、たくさんレミのこと見ててください。のんさんありがとう、これからたくさん一緒に思い出作っていこうね、ありがとう。のんさん嬉しい、気づいてくれてありがとうね、レミの魅力に。続いて、雪村さん、初選抜おめでとう、これからも楽しいだよん、ありがとう、嬉しい。雪村さん最近会えてないね、元気してるかな、雪村さん嬉しい、これからも楽しい、楽しい宣言したので絶対に他のところ行かないでくださいね、木村さん、ありがとう、これからもたくさんお話ししようね、木村さんありがとう、また来てね、また話そうね、最近会えてないから、ありがとう。続いて、クロクロちゃん、いつも可愛いキラキラ素敵ですありがとうございます。クロクロちゃん、黒が好き、そんなことではない、クロクロちゃんありがとう、嬉しい、いつも可愛いキラキラ素敵です、すごいなんか全て詰まってて嬉しいです、ありがとう。クロクロちゃん、これからもたくさん会いに来てください、クロクロちゃんありがとうね、思い出いっぱい作ろうね、ありがとう、クロクロちゃん。続いて、ごめん先生、リーダー改めて初選抜おめでとう、ありがとう。8入ってくれて、完成度が入ってから完成度が高くて可愛くて、いつか選抜で入れるとずっと思ってたし、どんどんダンスもメイクもトークも上手くなってて、マジ尊い、ありがとう。あ、天下取ります、嬉しい。ごめん先生、なんかこの前さ、コナンの格好してた、そう、なんかお話し会でコナンの3って書いてた、コナンの格好してた。ごめん先生ありがとう、これからもたくさん面白いごめん先生見せてね。なんかいつもあのさ、仮装っていうかハロウィンの時もすごかった、
仮装が。ありがとうね、ありがとうね、ヨロヨロ、ありがとう。続いて元気が一番さん、手書きのなし T シャツを着て握手会に行ったらレミタンに褒められたでござる。嬉しいなし嬉しい、嬉しいなし、レイも嬉しいなし。元気一番さん、ありがとうございます。元気は一番です、本当に大事、素敵な四字熟語ですね。これからもなし T シャツ着て会いに来てください。嬉しいなし、わーってなりましょうありがとうございます。元気一番さん、これからも元気一番さんは元気一番さんでいてくださいね。ありがとう。続いてジュジュさん、先輩おめでとうございます。歌番組の出演など楽曲と披露楽しみにしています。ありがとうございます。ジュジュさん嬉しい、ありがとうございます。ジュジュさん、何かジュ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 発したくなるありがとう。これからもたくさん見てね、レミのこと。ジュジュさん、あ、レミタさんありがとう、こちらこそありがとうね。これからもたくさん思い出作ろうね。ありがとう、ジュジュさん続いて、あ、小野さん、せんおめ、選抜おめでとうのせんおめ、ありがとう。最後にして最高のお締めになってくれてありがとう。読まないでって言ってたやつだよね。最後なの、最高のお締め、いつもありがとうね、小野さん。小野さん、小野さんめっちゃおもろい。小野さんの髪めっちゃいつも決まっててさ、ガッチガチなの、すごい。あれマジでどうなってるか仕組み教えてください。惚れてないよありがとう、小野さん、これからもよろしくね。見てるかな、ありがとう。これからも最高のお締めにさせてください。続いて、アスパラ、アスパラや夏目さん、本当におめでとう。まだまだ震災者持ってる読み方、レイタに沼りかけてます、ありがとう。アスパラ最近たくさんお話できてて嬉しい。この前鳥取行ってた、嬉しい。ありがとう、アスパラや、いつも。これからもお仕事も頑張ってね、応援してるよ。いつもありがとう。アスパラ、アスパラ食べて大きくなってねアスパラ、これからも思い出作ろうね。ありがとう、アスパラ。続いて、五郎さん、久々、いつも元気そうなレミちゃん見てると元気が出てきます。なかなか会いに行けなくてごめんなさい。レミちゃんが発信して送ってくれるメール、SNS やフォローして、いつもありがとう。ありがとう、五郎さん。最近、五郎さん、会えてないけど、五郎さんが元気だったらレイのそれが幸せなので、これからも元気な五郎さんでいてください。ありがとうね、五郎さん。これからもまた直接でもオンラインでも会えるの楽しみにしてるよ。ありがとう、元気でいてね、ずっとずっと。ありがとう、五郎さん。続いて、え、ブライアンさん、ブライアン聞いたことある、ブライアンさん、あなたの選抜おめでとう。ありがとう、レミタの夢が叶いますように。これからも快進撃を期待してます。ありがとうございます。すごい、ブライアンってこういう字書くの、当て字すごい、ブライアンさん、ありがとうございます。嬉しい、快進撃できるように頑張りたいと思います。これからブライアンさん、ありがとう。これからも一緒にいろんな夢叶えましょう。ありがとう、ブライアンさん。すごくない、この字、これでブライアンだってありがとう。続いて、あ、行政さん、いつもオンラインやお越し会で名前呼んでくれてありがとう。リミットのビビアス楽しすぎるよ、ありがとう、優しい。行政、行政ありがとう。行政さんはいつもお話し会でいろんな画像を作ってくれて、面白いの、その画像がみんなにも見てほしいぐらい。行政さん、ありがとう。いつもこれからも画像を期待してます。無理しないでね、ありがとう。リバースもいつもありがとう、コメントたくさん、ありがとうね、行政さん。またたくさんお話ししようね、ありがとう。続いて、まやちゃん、ゆいちゃん、選抜おめでとう。いつも幸せをありがとう、陰ながら応援させてもらってます。ありがとうね、今年もたくさん会いに行く、大好き、リも大好き、まやちゃん。まやちゃん嬉しい、最近ね、会いに来てくれるようになった。まやちゃんかわいい、ありがとう。これからもいつも、はい、こちらこそいつも幸せをくれてありがとうね、まやちゃん。
陰ながらじゃなくて堂々と応援してください。ぜひありがとうまやちゃん、これからも思い出作ろうね。ありがとうまやちゃん、嬉しい、来てくれて。続いて、あ、ヤストくん、レミタン、記念すべき初選抜おめでとう。大切な瞬間はこれからも共有していけたら嬉しいな。ありがとうね、嬉しい、大好きだよ、レミも大好きだよ。ヤストくん、ヤストくん、お仕事頑張ってますか最近？あ、ね、そうじゃん、お仕事頑張ってね、これからも。なんかすごい、ヤストくんはレミの写真をスマホの裏とかに貼って会社の同期とかに宣伝してくれてるらしい。ありがとう、ヤストくん、いつもこれからもたくさん思い出作ろうね。いつもありがとうね、たくさん愛、ありがとう。お仕事中かな、頑張ってね、ありがとう。続いて、高橋まさるさん、ゆみちゃん、初めておめでとう、ありがとう。アイドル活動だけでなんか学生生活も全力で打ち込んでるゆみちゃんが大好きです、ありがとうね。まさるさん、高橋まさるさん、ありがとう、嬉しい。高橋まさるさん、ありがとうございます。いえ、リーも大好きだよ、まさるさん、ありがとう。これからもたくさん会いに来てください、ありがとう、まさるさん、これからも待ってるよ、ありがとうね。見てるかな、ありがとう、まさるさん、またお話ししようね、ありがとう。続いて、あ、じゅんいちさん、じゅんいちさんはなんか、そう、メッセージ書き忘れてたって言ってたね。ありがとう、じゅんいちさん、いつもいつもたくさん、めっちゃさ、動画作るのうまいよね、 TikTok とか。なんかすごい、いつもレミのことを拡散してくれてありがとう、じゅんいちさん。これからも飯テロも待ってるよ、飯テロしてる、たくさんありがとう、たくさん思い出作れるの楽しみにして、あー、そう、ごめん、いい、全然、ありがとう、じゅんいちさん、またお話ししようね、ありがとう。続いて、ゆたかさん、初選抜おめでとう、これからもレミちゃんについていく、ありがとう、ゆたかさん、嬉しい。ゆたかさん、これからもついてきてもらえるように頑張るので、ゆたかさんもレミのことをずっと見ててください。ありがとうね、ゆたかさん、これからも待ってます、会いに来てね、ありがとう。続いて、あ、タピさん、レミタン初選抜本当におめでとう、レミタンにとって大切なシングルたくさん聴くね、ありがとうね、タピさん、ありがとう。たくさんさ、鳥取行ってくれてる、タピさん、鳥取行ってくれてる、いつも美味しいものをたくさん食べてるイメージ、タピさん、ありがとう。いつもあのレミのペンライトを振って劇場を見てくださいね、公演ありがとうね、いつもタピさん、これからも待ってるよ、会いに来てね、ありがとうお仕事頑張ってね、夜勤とか大変だけど。続いて、はる、はるさん、はるさん、ありがとう、嬉しい、はるさん、ありがとうございます。はるさん見てくれてるかな、ありがとう、リミスター申し込んで来てくれて、これからもたくさん思い出作れること楽しみにしてます、ありがとう、はるさん、また会いに来てね。続いて、こうくん、初選抜おめでとうございます、ありがとうございます。レミタンが選抜入りは本当に良かったです、8月にレミタンの握手会、あれ、あー、会いに来ます、嬉しい。レミもこうくんと仲良くなりたい、初めて会いに来てくれるのかな、こうくん、嬉しい、ありがとうね、嬉しい、そう言ってくれて。リーもコウ君と仲良くなれる日をずっとあの楽しみにしてるので、無理せず会いに来てください、ありがとう、コウ君、これからもたくさんリミのこと好きでいてね、ありがとう、コウ君。続いて、ほのちゃん、リミちゃん、初選抜本当におめでとう、ありがとう。リミちゃんのいいところたくさんあるけど、やっぱり何事にも前向きでいろんなことに挑戦してるリミちゃん、かっこいい、ありがとう。あ、ね、岡山から応援してくれてるほのちゃん、ありがとう、いつもマジですごい、習字うますぎ、本当に習字うますぎ、ほのちゃん、ほのちゃん、ありがとう、たくさん、いつも愛、なんかリミが選抜、選抜っていう発表があった時めっちゃ長文でいろいろね思い伝えてくれて嬉しかったよ、ありがとう。岡山、岡山と鳥取近いから
これからも中国地方同盟でよろしくね。ありがとう、ほなちゃん見てくれてる、ありがとう。続いて山本たけしさん、横浜の山本たけしです。ありがとうございます。徳永、鳥取の徳永レイです。改めて選抜おめでとう、ありがとう。選抜としてレミちゃん撮れて、見れていっぱい見れて楽しいです、ありがとう。地元横浜でたくさん、名前覚えとくね、山本たけしさん。横浜のね、横浜の山本たけしさん、嬉しい、嬉しさん、ありがとう。たくさん横浜でお話ししましょう、一緒に。横浜の山本たけしさん、横浜で会えるのを楽しみにして、ありがとう。初めてのサイン、初サイン、ありがとう。また会いに来てね、横浜でね、ありがとう。続いて、あやちゃん、選抜入りおめでとうございます。3人みたいなツトレを見て嬉しく思いました、とても可愛いです。ありがとう、あやちゃん、嬉しい。あやちゃん最近たくさん会いに来てくれるようになってね、とっても可愛いし、あ、お引越しうまくいったかな、あやちゃん。お引越しするって言ってた。ありがとう、あやちゃん、これからもたくさん可愛いあやちゃんに会えるの楽しみにしてるよ。ありがとうね、この前チェキも取れて嬉しかった。あやちゃん見てくれてるかな、ありがとう。いつもまた会いに来てね、ありがとう。続いて直樹くん、あー直樹くん、あの直樹くん、初選抜おめでとう、ありがとう。地元の鳥取出身のレミちゃんが選抜に選ばれて嬉しいよ、ありがとう直樹くん。あ、嬉しい。そう、鳥取、同じ鳥取、いつも X で大山の写真をたくさん上げてくれてる、ありがとう直樹くん。これからもたくさん鳥取トークもしようね、いつも会いに来てくれてありがとう直樹くん。これからもたくさん大山の写真上げてくださいありがとう直樹くん。続いて聖子さん、関西在住なのでなかなかコンサートや劇場公演に行けませんが、ぜひお会いしたいです、嬉しい。聖子さん、ありがとうございます。聖子さん、素敵なお名前、関西にお住みなんですね。関西、あのね、大阪のファミリーとかあるので、ぜひ会いに来てください、嬉しい。ぜひお会い、リリもぜひお会いしたいです。聖子さんにお会いできる日を楽しみに待ってます。これからも応援してください、ありがとう。聖子さん、関西たこ焼き、うん、続いてまゆちゃん、まゆさん、テレビ番組でのパフォーマンスがかっこいいと思い好きになりました、これからも頑張って、嬉しい、ありがとうございます。テレビ新規、テレビ番組新規さん、まゆさん、嬉しい、ありがとう。まゆさん、そう言ってもらえてとっても嬉しいです。まゆさん、いつか絶対にお会いしましょう、会いに来てください。まゆさんと会えるの楽しみにしてます、これからも劇場とかも会いに来てね、ありがとう。まゆさん、嬉しい、テレビで好きになってくれたの嬉しいです、とっても、うん。続いてやいとくん、やいとくんおもろい、やいと、やいとくん、初めてのミニストは順調ですか。順調です、楽しくできているなら良きです。時間を押さないようにね、サイン届くの楽しみに待っていますね、ありがとう。やいとくん、ありがとうね。やいとくんのなんでやいとかっていう理由がめちゃめちゃおもろいので、ありがとう嬉しい、これからもたくさん、そう、いつもすごいね、めっちゃダイエットに詳しいやいとくん、これからもたくさんいろいろな知識を教えてください、ありがとう。やいとくん、またたくさん会いに来てね、ありがとう。ももちゃん、リミが大好きだ、ただそれだけなんだ、頑張る理由、リミだらけ、リミがいるから頑張る、ラブ、ありがとうね、ももちゃん、ももちゃん、またまたももちゃん、ありがとう、いつもたくさん
心かわいい。ありがとう、いつもいつもたくさんさリミのこと好きでいてくれて嬉しいです。とってもかわいい。ちゃんもいつもありがとうね、持ってきてくれて。これからもよろしくね、もちゃん。リモモがほうありがとう、たくさん。すごい、リモモかわちいとかありがとう。もちゃん見てくれてる、2枚目、ありがとう。ももちゃんまたたくさん思い出作ろうね、これからも。続いて、あ、ひろみちゃんひろみちゃんひろみちゃんメッセージ書き忘れって言ってた。でもなんかこの前の話し会でインスタ申し込むの忘れたって言ってたけど、無事にね、よかった。ありがとう、ひろみちゃん。ひろみちゃんいつも叫んでるよね、あーって。そう、叫んでるっていうか、そう、たくさんピンカーンって言ってくれて、あとネイルがね、とっても可愛い。ひろみちゃんありがとう、いつもありがとうね。この前も劇場で会えて嬉しかったよ、ひろみちゃん。これからもたくさん思い出作れること祈ってます。ありがとう、ひろみちゃん見てるかな、ありがとうね。続いて、ゆかり、ゆかりさん、モーリーさんでレミちゃんを見つけて、お顔が可愛すぎると気になり、ずっとグッズ買うだけだったけど、最近ようやくお話し会参加しました。嬉しい、ありがとね。モーリーさんで見つけてくれたんだ、ゆかりさん。でもさ、ずっとグッズ買ってくれてたの嬉しい、ありがとうございます。ゆかりさん見てくれてるかな、ありがとう、嬉しい。これからもたくさんお話しか、お話ししようね、ゆかりさん。嬉しい、お顔が可愛すぎ、あー、ありがとう。明日横浜握手会行くね、待ってるね、ゆかりさん。たくさん思い出作ろうね、夏。ありがとう、嬉しい、見てくれてて、ありがとうね。続いて、マッツーさん、ラッツーさん、最近めちゃくちゃ公演でレミタンを見れて嬉しい限りです。可愛いかと思ったらかっこいいのも似合ってて、レミタンのディフェンスのバチバチの強め力でやられるのが今後の目標。マッツーさんありがとう。マッツーさん嬉しいね、確かに最近よく劇場で会う。いつもありがとうございます。じゃあいつかあのディフェンスでバチバチの目力でマッツーさんのこと見るので、あの期待して、あの覚悟しといてください。マッツーさん嬉しいね、ありがとう。いつも最近劇場でも会えてたくさん嬉しいし、お話し会も待ってるよ。ラーメンね、詳しいんだよね、マッツーさん。教えてください、たくさん。ありがとう、マッツーさん。続いて、あ、ニコマルね、めっちゃ英語なんだけど、 You are my superheroウィッシュねえ、読めない。リトルシューシップウドゥレストフォーエバー、リータ大好きだよ。ニコマル、めっちゃ英語やん。ニコマル、うん、ウィッシュ、あ、私たちは祈っている。むず、英語そんなに読ませたいの。ニコマル、ニコマルありがとう。ニコマルの笑顔を見ることがレミの楽しみなので、これからも無理せずにたくさん頑張って生きていこうね。ありがとう、ニコマル。いつもスーパーヒーローにこれからもなれるように頑張るね、ニコマル。ありがとう、ダイエット頑張って、偉すぎ、本当に痩せたね。ありがとう、ニコマル、嬉しい。続いて、つばきさん、レミタン、8月初めて会いに行くよ。初選抜おめでとう。お目目キラキラで、いつも可愛いレミタンに会える楽しみにしてるよ。嬉しい、つばきさん、8月初めまして、嬉しい、ありがとうございます。なんで知ってくれたんだろう、レミのこと。つばきさん、ありがとうございます。これからも、これから一緒にたくさんあの思い出作れるように楽しみにしてるので、8月ね、とりあえず8月の握手会で初めましてできるのとっても楽しみにしてます。つばきさんありがとう、ありがとう、おめめ、うん、ありがとうございます。
あきさん。続いてりさちゃん。りさちゃん、りみたん初選抜おめでとうございます。ありがとうございます。学業との両立は大変だと思いますが頑張ってください。応援してます。嬉しい。りさ、りさちゃん初めて来てくれた。りさ、うん、さん嬉しい。ありがとう。嬉しい言葉言ってくれてる。応援して、応援して、たくさん応援してください。これからもりささん、いつかお会いできるの楽しみにしてます。ありがとう。学業も頑張るね。ありがとう、りささん。これからもたくさん思い出作ろうね、りささん。嬉しい。ありがとうございます。うん、あ、今度握手会行きます。嬉しい。絶対に待ってるのでたくさん会いに来てください。続いてラストです。一部ラスト、ラストめっちゃラスト言うやん。ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸。実はレミタの目を見たらすぐに吸い込まれてレミ推しの沼に陥ってしまいました。どうしたらいいんだろう。救われていただけませんか。ヒアルロン酸嬉しい。吸い込まれて沼にハマってください。そんなどうしたらいいんだろうとか考えずに、ヒアルロン考えずにレミの沼にこれからもハマってくださったらすごく嬉しいので、嬉しい。レミ推しの沼に絶対にハマってください。今日でもうハマってください、このリミスタから。ありがとう、ヒアルロンさん。ヒアルロンさん、ヒアルロンさんすごいいい名前だね、ヒアルロンさん。ありがとうございます。嬉しい。レミ沼にハマってね。ありがとう。はい、以上一部が終了しました。たくさんの応募、たくさん本当に皆さんありがとうございます。ね、初めてだったからすごいどんな感じかなってドキドキしてたんですけど、皆さんがたくさんあのメッセージとか送ってくれたり、ここ配信でのコメントもすごく嬉しかったです。ありがとう。たくさんあのあれなんだっけ、ギフトもありがとうございました。嬉しい。なんかリミスタで初めまして、初めて聞く名前とかもあったからすごく新鮮な気持ちで、でもすごいレミのこと知ってくれてるんだなっていう感じがすごく伝わってきてとっても嬉しかったですし、皆さんのメッセージがとっても心に染みました。本当にありがとうございます。記念すべき初めてのリミスタ一部、ありがとうございます。楽しかった。レミもとっても楽しかった。コメントもたくさんありがとうございます。リアタイできてない方もあのメッセージ送ってくれて本当にありがとうございますね。ありがとう、たくさんね。なんか初めてで慣れないこともあって、そう、あまりうまくできなかったかもしれないけど、2部もあるので、まだ2部の受付してるので、この配信をきっかけに気になったって気になってくれた方とか追加も全然できるので、ぜひ2部もたくさん待ってます。ちょっと緊張したけどとても楽しかったです。ありがとう。じゃあ一部終了します。ランキングを最後に読ませていただきますね。13位、クリオネさん、ありがとうございます。12位、松幸さん、ありがとうございます。11位、山さん、ありがとうございます。10位、のんちゃん、ありがとうございます。きおちゃん、ありがとうございます。8位、たぴさん、ありがとうございます。7位、直樹さん、ありがとうございます。6位、山ちゃん、ありがとうございます。5位、たけねこセブンティーン、ありがとうございます。4位、たくさん、ありがとうございます。3位、ガリガリにやけ、ありがとうございます。2位、あらひろさん、ありがとうございます。そして1位、ブースさん、ありがとうございます。じゃあ、ラキレミもしてますね。10位、モモンガジローさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ドン。43位、ハマーさん、さばかれたいさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ラスト73位、上田さん、ありがとうございます。おめでとうございます。皆さんありがとうございました。一部、じゃあ続いて
2部で会いましょう。またね。2部8時からなので皆さんお忘れなく。ありがとう。また2部で会おうね。バイバーイ。